河野行革担当大臣が新たな観光資源を発掘するため日本銀行を視察しました。今まではどちらかというとこう爆買いに来てくださいみたいなものが中心だったんですけども、やっぱりこの日本の国の文化といったものも理解をしていただきたいと思いますし、せっかく政府が持っているいろんなものがありますから、それは外国の方だけでなく日本の国民の皆さんにも広く見ていただけたらというふうに思いますので。河野行革担当大臣は重要文化財にも指定された日本銀行の本館で1億円の重さを体験した後、去年リニューアルしたばかりの貨幣博物館も訪れ、歴代の通貨などを見学しました。政府は先月、2020年までに日本を訪問する外国人観光客の目標を4000万人に倍増したばかりです。河野大臣は今後も仁徳天皇陵やスーパー神尾館でなど全国を回る予定です。